大岸駅は北海道阿武田郡豊浦町和座大岸にある北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は H43。電報略号は岸。当駅から東室蘭方面は本社直轄となる。1976年の大岸駅と周囲約 1km1.5km 範囲。右が東室蘭方面。 右上と余泉駅方面へ向かう単線の9線跡が残っている。単式と島式の複合ホーム2面3線、駅舎横東室蘭側の貨物ホームへ引き込み線を有している。この駅が開設された当初は単式ホーム1面2線であったが、その後長らく相対式ホーム2面2線であった。また駅舎が南側に記された記述があるが、過渡的に置かれた時期があったのか。 それとも単なる動きなのかは不明。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、由来は諸説あり、特定されていないが、アイヌ語のオプに関係する名であるとされる。当初は、コホコガンの字が当てられ、現在も河川名に残っている。駅名も同名であったが、後に、あざなが、大岸に解消され、 1935年に駅名が解消された。解消理由について、鉄道省札幌鉄道局が編纂した駅名の起源では、故障一般人に花ははだ困難なるをもって、付近海岸一帯は大なる騎士を有するをもって解消されたとしている。短式、島式の2面2線を有する地上駅。互いのホームは、ホーム中央の構内を踏切で連絡している。 島式ホームの踏切階段付近にパラソル型の上屋を有する。かつては短式、島式複合型の2面3線を有しており、現配線は駅舎側の中線を撤去した形となる。また2番線に岩見沢方から分岐した側線を1本有していた。無人駅となっている。駅舎は線路の北側に位置し、開業当初の駅舎は改築されている。 駅舎内にトイレを有する。駅舎側より記載。去1日の平均乗降人員は以下の通りである。海岸に近く、その海岸には海水浴場やキャンプ場などがある。ありがとうございます。